てめえ、渡された役はどこにあったんだよ。元マッドカルテルの人もバチ切れだぞ。おい、赤坂翔太郎です。ど田舎から来ましたが、曲がったことが大嫌いです。とても緊張してます。なんだこのインパクト満点のお方は。言いてえことはそれだけか。遺言は聞いてやったぞ。捨てた量尋常じゃねえぞ。せめて見せしめて死ね。俺は薬は売らない。残すぎました。青年よ、お前にはジャスティスがあるな。俺は強国グループの近藤だ。さっきサコさんに聞いてます。曲がったことが大嫌いです。その時、その青年の表情が変わった。赤坂翔太郎です。必死に仕入れたのにひどいやつだろ。とても緊張してます。